Bonjour! Online Frantsugo Gakko Ensemble en Français 講師のヴァネーサです。今日もとても役立つフランス語の表現をご紹介しますね。ねえねえ、試験、うまくいった?まあまあかな。さあ、このうまくいった?どうだった?フランス語で何と言えばいいんでしょうか?Ça s'est bien passé? 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 直訳すると、それはうまく行われましたか?で、うまくいった?という意味で使います。試験の後やバカンスの後などに使える便利な表現ですので、まるっと覚えてしまいましょう。さて、もっとフランス語を勉強したいという方は、Ensemble のレッスンでお待ちしています。Au revoir! À bientôt!